アロンゾ・モーニング、アロンゾ・ハーディング・モーニング・ジュニア、アランゾ・ハーディング・モーニング・ジュニア、アメリカ合衆国、バージニア州、チェサピーク出身、1970年2月8日台の元バスケットボール選手。身長208センチメートル、体重123キログラム、センタープレイヤーとして、上背はないが、合力を発揮して、インサイドを支配し、強烈な印象を残した。 1999年と2000年に NBA 最優秀守備選手賞を受賞した高ディフェンダーであり2000年シドニーオリンピック金メダリスト愛称はゾゾージョージタウン大学のスター選手として名を轟かせた1年先輩にリケンベムトンボがいたパトリック・ユーイングも大学の先輩にあたるモーニングは同大学卒業後1992年の NBA ドラフトで、シャキール・オニールに次ぐ、全体2番目で、シャーロット・ホーネッツから指名されて、NBA 入りした。ルーキー離れした活躍を見せ新人王候補にも、残るが、オニールに敗れる。しかし、オールルーキーファーストチームに選出される。ホーネッツは、ラリー・ジョンソンとケンドール・ギルなど有能な選手が揃い、フューチャーブルーズ、未来のシカゴ・ブルズと呼ばれるほど強豪チームになるのでは、 ないかと期待される。1994年バスケットボール世界選手権にドリームチーム E として出場し優勝した。3年間ホーネッツでプレーした後、95から96シーズン開幕前にヒートに移籍した。ヒートではパットライリーの指揮の元競合チームとなる。チームメイトのティム・ハーダウェイと何度も優勝のチャンスをつかむが、優勝を味わうことはなかった。 98から99シーズンと99から00シーズンには NBA 最優秀守備選手賞を受賞した。2000年に開催されたシドニーオリンピックでアメリカ代表としてプレー。見事金メダルを獲得する。それからがモーニングの試練になるのであった。オリンピックも終了し、帰国したモーニングに衝撃の事実が告げられる。モーニングは 相上子球体硬化症、腎臓の疾患を患っていた。選手生命にも関わる事態となったが、モーニングは腎臓の移植手術を決断。シーズン終了前の13試合に出場するなど、鋼鉄の体を見せるが、プレーオフでは結果を残せず、続く01から02シーズン終了後モーニングは引退を発表した。ところが、モーニングは引退から一年後に、 ニュージャージーネッツと契約。だが、モーニングの状態は良くなく、12試合に出場したのみで再び引退。不死身と言われたモーニングも終わりだと思われた。しかし、04から05シーズンに、モーニングは再び NBA のコートに帰ってきた。シーズン開幕後はネッツでプレーしていたが、ビンス・カーターとのトレードで、トロントラプターズに移籍、ラプターズではプレーせずに、 フルスのヒートに復帰した。こうして、ヒートに戻ってきたモーニングは、04から05シーズンに移籍したシャキール・オニールの控えセンターとして活躍し、オニールや、新しいスター、ドーエイン・ウェイドラと共に、NBA の頂点を目指し、2006年にはキャリアで、初めての優勝を果たした。優勝が決まった NBA ファイナル第6戦で、モーニングは5ブロックと大暴れし、 チームの優勝に大きく貢献した。優勝した後のヒートは急速に衰え、翌零六から零七シーズンはプレーオフには進出したものの、一回戦でシカゴブルズに全敗で敗退し、翌零七から零八シーズンもシーズン序盤から大きく負け越した。モーニングは開幕前からこのシーズンを最後に引退することを表明していたが、十二月二十日のアトランタホークス戦で、 右膝足二軒を断裂してしまい、シーズン中の復帰は絶望しされてしまう。シャキール・オニールらチームメイトに抱えながらコートを去るとき、モーニングの口からは、イッツ・オーバーという言葉が漏れたという。その後モーニングは引退を表明し、08から09シーズン、3月30日のマジック戦、引退セレモニーが43分間にわたって行われた。同時に、 現役時代の背番号33ヒートの所属選手で初のヒートの英決番となった。なお、本人曰く師匠であるパトリック・ユーイングが同席できるよう、このマジック戦のハーフタイムが選ばれたのだという、モーニングは大粒の涙を流し、現役生活に幕を下ろした。2014年バスケットボール殿堂入りを果たした身長208センチメートルと、 センターとしては若干サイズ不足だが、まるでボディビルダーのような筋骨隆々とした肉体を備えており、フィジカルの強さに絶対的な自信を持っていた。威圧感のある顔つき、武骨な体格からは想像できない柔らかいシュートタッチの持ち主で、強しと柔らのセンターと呼ぶにふさわしい存在であった。BR モーニングは、センターとしては、シュートエリアが非常に広く、 ペイントエリア外でのジャンパーも得意としていた。手首を少しばかりスナップさせるジャンパーから得点を量産するだけでなく、フリースローも器用にこなしていた。パワータイプのセンターは、ペイントエリア外のジャンパーや、フリースローを苦手とすることが典型だが、モーニングはそれらを苦にしていないことで、異色存在であった。同期のシャキール・オニールとは、シュートエリアが広く、フリースローを苦手にしていない点で、 対照的だった。その巨体からは想像できない、敏捷性も持ち合わせており、ゴール下での機敏な動作に長けていた。BR インサイドを完全に支配できていた選手で、あり、ゴール下でのディフェンスは圧巻であった。120kg 超の体育が生み出すパワーと圧力で、サイズで勝る、相手選手を圧倒していた。特に、ブロックショットでは、毎シーズン驚異的な数字を残し、 過去2年連続で最優秀守備選手賞を受けた。リバウンドも得意としており、幅のある体でポジションを確保し、確実にリバウンドを獲得していた。オニールとインサイドで黄金期を築いた。また、前世紀のオニールと対等に渡り合えていた数少ない選手の一人でもあった。BR、ミドルレンジのジャンパーも年々正確さを向上させ、 全盛期には20得点10リバウンドを毎試合のように達成していた。晩年は怪我や病気の影響で満足なプレイとは遠藤をかったが、それでもブロックショットの威力は凄まじいものがあり、不屈の投資と向上心でヒート優勝にも貢献した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。